こんにちは、チョメです。5年目第13章ストーリーパート6分の4、ケトルバーンと会うやっていきます。で、マイクの音量ちょっとだけ上げました。はい。あ、妖精がおるね。あ、ちなみに私は鎧です。あ、鎧が解除されてる。じゃあスキャバーズを探す3時間ね。星1個で合格。やっていきましょう。ケトルバーンと話す。本格的なネズミ狩りは楽しいじゃろ？スキャバーズが誰かに食べられてないといいんだけど、ここはちょっと結構危険だよな。いろんな生物がおるからな。ハングが来てる。お、結構リアルだね、この動き。ここのどこかにシックルを埋めたはずなんだ。マジか。ワフ？かわいい。じゃあイスメルだ。多分私のペットのネズミがあの子のペットのネズミを殺しちゃったのよ。キャローは。あ、こうやって歩いてくるね。選んだところに。イエティを見たことがないんだ。早く見たいな。あ、そうなんだ。あ、バーナービーリーかわいい。ネズミは僕のポケットに入れられるから好きだな。妖精さんとリズと一緒に話してる。他は？こっちか。じゃ、ベン。ネズミを見たら叫んで君を呼ぶよ。どうせ怖くて叫ばずにはいられなくなる。あ、怖いんだ、ネズミ。じゃ、チャーリー。あ、ちゃんと来てる。ファングが。城にドラゴンがいることについて、なんか新情報は入ったか？和風かな、また。和風？あ、違った。他の生物の匂いは全部無視するんだよ、ファング。じゃあ、こっちに一回タップしたら来る？あ、来た来た、ファングが。かわいい、これ。パーシー・ウィズリーから何かが逃げ出したことがそんなに意外？こっちは？こうやってやったら来る？来ないね。こうやったら来るんかな？こうやってやったら。ケトルバーン先生には興味がないんかもしれん、ファング。あはは、ケトバン先生、ある意味かわいそうだな。じゃあ、リズは来る？こっちには来ないか。あ、こっちには来ないね、リズ。リズとバーナビーのところにも来ない。パーシーはスキャバーズにリードを使おうとは思わなかったの？ちっちゃいから使わないでしょ。じゃあ、ファング。ワフ？じゃあ、ループかな。じゃあ、お待ちください。チョメです。チャーリーと話す。あ、ちょっと待ってよ。チャーリーと話す。最後はファングで終わりたいんやけど。ファングと話す。よし。結構余分に回復しちゃったな。ゲート。あ、見つかったとうとう。まだ結構何分の何があるからまだ見つからないと思うんだけど。ワンワン！違うやつが見つかったかな。ファングが何か見つけた。なんか手がかりと思うよ、まだ。予想だけどね。もしかしてダイヤモンドか？落ちてたね、ダイヤモンドみたいなの。違うよ。乗られた氷だ。あ、最初のやつだね。2年生の時に弁を凍らせたあれか。うん、呪いを破った時に溶けたと思ってたんだけど。これはつまりどういう意味だと思う？スキャバーズが呪われた氷に触れた。呪いが戻ってきた。この授業を受けている生徒が部屋に入った。これはね、一番下じゃない？正直言って。この授業を受けている誰かが呪われた氷の部屋に入ったに違いない。スキャバーズちっちゃいからね、持ってこれないでしょう。そんなこと誰がするんだ？その理由は？呪われた廊下を調査しない限り、確かなことは言えないな。言えないよね。じゃあ次、呪われた部屋に行くかな。あ、待ち時間あるんだ。ジェイと会う。取りに行かないといけないものがあるんだ。後で会おう、チョメ。ちゃんと黄色の服に着替えてるね。あ、こんな感じか。だから多分パート6分の6で見つかると思う。じゃあ一旦終わる。こんにちは、チョメです。5年目第13章、ストーリーパート6分の5。ジェイと会う、廊下。やっていきますね。はい。今日はこんな落ち着いた感じでいこうかな。服装は、ダンスパーティーの服にしました。はい。あ、音楽もなんか神秘的になったね。これが呪われた廊下？ベンが言ってたほど怖くないじゃないか。まあ、正規の怖がりだから、着色してても仕方ないか。前に小さな雲を潰してくれって頼まれた時も実質アクロマンチュラだからって理由だったし、これが呪われた廊下に続く階段がある部屋だよ。レベリオだったかな。まずはここを調べてスキャバーズの手がかりや、他の誰かがここに来たんだったらその人の手がかりを探すべきだと思う。この呪われた氷は触っても大丈夫だと思うか？いや、触らない方がいいよ。怖いわ。なんか触らない方がいいと思う。3年前にビルをこの氷から解放した時、もう少しでビルの顔を焼いちゃうところだったんだ。懐かしいね。最近は練習不足だし。言っちゃったよ。ワン。ファング怖いな。大丈夫？星1で合格か。よし、どんどんやっていこう。どこから？お、何これ、赤くなってる。
ジュイと話す。この氷にすごく触りたい。いや、その好奇心はわかるけどさ、触るなって言われたら触りたくなるよね。この氷は先生たちが全て排除したと言ってた。なんで残ってるんだろう。呪いを破る前みたいに氷が広がってないからよかった。サイドクエストの時はなかったのにな。ワン。なんかでもいいね、こういうエフェクトが変わるって。この氷は溶けるんだろうか。なんかアップデートで変わったんかな、これ。この氷が冷たくないって変じゃないか。僕は呪い破りじゃないけど変だと思う。変だと思う。自分も変だと思う。あの、呪い破りでも何でもないけど、実況してるだけだけど変だわ。あの時の冷たい思い出が蘇るな。誰かはこれを少しずつ削っていったように見える。え、そうか。そうには見えんかった。この氷、あ、ループかな、ワンかな。氷に触っちゃダメだよ、ファング。排除した後にまた戻ってきたのかな。密かに成長してたのかな。呪いを破る前みたいに氷が広がってないからよかった。あ、確かにね、すっごい広がってたもんね、前。この氷は溶けるんだろうか。どうなんだろう。あ、じゃあ少々お待ちを。チョメです。続きをやっていきます。こんな感じにね、後半はまあ同じだからね、ちょっと静かにやってみようかな。はい、多分ポイントは足りると思います。多分ワンだと思う。あ、氷に触っちゃダメだよ、ファンク。まあ2回目はこうやってね、なんか落ち着いた感じでねやるっていうのもいいかなと思ってちょっとやってみました。はい、コインだね、ゲット。ワンワン。ファングが何か見つけた。多分まだ次のパートがあるから手がかりだと思う、ただの。それは髪の毛かな。動物の毛だと思う。ファングの毛かな。ファングの毛にしては短すぎるよ。それじゃあネズミの毛か。動物の毛についてこんなに長く話したのはこれが初めてだよ。確かにね、毛だけで盛り上がったね。とりあえず呪われた廊下を探して、もっと手がかりがないか調べてみよう。多分次に見つかると思うよ、スキャバーズ。あ、これもしかしてまた行く感じ？氷の部屋の前のところ。レベリオ。階段上がる。まだここ現れてたんだね。わー！これが二度目だけど、やっぱりワクワクする。僕は呪い破りなんて初めてだよ、チョメ。僕の初めての呪い破りの経験だ、あ、冒険だから、アドバイスがあるからもらえないか？僕から離れるな。僕のそばから離れなければ大丈夫だよ。ファングに守ってもらうつもりだったんだけど。ファングなら僕たち二人を守ってくれるよ。ワン！お、心強い。準備はいい？ああ、いつでもいいよ。行こう！ワン！この中にじゃあスキャバーズおるんかな？次がラストだから。メタ発言になっちゃうけどね。あれ？止まっちゃったんだけど大丈夫？あ、びっくりした。真っ暗だった。じゃあ次回に続きます。6分の6だね。こんにちは、チョメです。5年目第13章ストーリーパート6分の6、呪われた廊下でスキャバーズを探そう。ジェイと会う。だからもういよいよね、ネズミが見つかりますよ。ネズミって言ったら怒られるか。スキャバーズ、よし、行きますよ。ではジェイに話しかけますね。ずっと待っててくれたんかな、ジェイと。あれは、この場所はすごいな。前ほどは寒くない。前ほど呪われてないことも願うよ。スキャバーズやここに来たかもしれない人の手がかりを探そう。じゃあどんどん探そう。8時間か。星1回で合格だけど結構探すね。久しぶりだな、こう来るの。魔法がかかった鎧に気をつけるんだよ、ファング。じゃあジェインに話しかけよう。この像が1つでもあれば大量のガリオンで売れるだろうな。持ち出すのが大変そう。っていうか、なくなるでしょう。今、あの像が動かなかったか？すぐバレるよね、これ。動かしたら。これは中世の時代に作られたんだろうか？先生たちはここに来ることがあるのかな？誰がこの場所を建てたのか、やっぱり知りたいな。まあ、隠されてるからね。誰が建てたんだろうね。昔からある感じなのかな？すごいな。君がどうして呪い破りが好きなのかわかるよ。ほんと？これだけでわかる。あ、こんだけか。あうー。ファング。魔法がかかった鎧に気をつけるんだよ、ファング。あ、ループかな。
この像が一つも、あ、またループっぽいな、なんか。あ、じゃあね、どんどんやっときます。はい。しばしこの無言プレイをお楽しみください。チョメです。シーンが変わったので実況していきます。全回復しました。聞く。この像が一つでもあれば大量のガリオンで売れるだろうな。あ、文章は変わってないな。シーンが変わっただけだろうね。誰がこの場所、あ、同じだ。文字は同じだ。先生たちはここに来ることができるのかな？ファーグも、全く同じかね。あうーと、もう一つだよね。魔法がかかっているように気をつけるんだよ、ファング。じゃあね、またね、最後までやっていきます。シーンが変わったら、またちょっと実況するかもしれません。はい、少々お待ちください。この氷は溶けませんね。すごいでかい氷だね、でも。ここサムネにしようかな、この氷。結構いい感じだから。これも全部同じかな。この氷に炎の呪文を使いたい衝動に駆られる。あ、これは初めて見たかもしんないな。あ、次で終わりそうだね。すごいな、君がどうして呪いやばき。あ、ここも読んだ。はい、お待ちよ。チョメです。続きやっていきます。マックスに回復してきました。8時間はね、多少ね、時間がずれても、大丈夫です。余裕がありますからね。3時間とかだったら、ちょっと過ぎたりとかなっちゃうけど。ゲット！いつも通り氷だね。氷じゃない、コインね。お、来た来た。ワンワン！なんでこんなところにおるの、スキャバーズ。ファングがまた何か見つけたのか？もう見えたよ、スキャバーズが。違うよ！見ろ！なんでこんなところに、どうやって入ったの、ここ。スキャバーズか？うん、まあね。どうしてこんな古い、何よの上に立ってるんだろう。羊の皮のね、あれか。わからないけど、とりあえずこっから出よう。突然嫌な予感がしたんだ。僕はスキャバーズをパーシーのところに連れて行って、その後、これは読み方を考えとか検索しとこう。あ、第13章を完了。ネズミと犬、ゲット。第14章、いたずら完了。スキャバーズとその近くで見つけた古い紙の間に関連性があることが判明し、さらに全てがレイクピックにつがっていることに気づく。を開始していきます。では最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回ハグリッドと会うだね。あ、授業から先やるかもしれんけどね。予告だけ見とこ。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。人手とスティック気になるな。